ここで組んでくださいと。うーん、なんかパイプでつながれてるんや。カップも洗うんじゃなく紙コップを使ってくださいやねんね。紙コップがないじゃん。紙コップもらってきましょう。2個取れちゃったよ。ではいただきます。いただきます。これね、浸水をいただいて、あとでまたねボトルに組んでいこうと思うんでね、はい、浸水でペットボトル洗わないでください。ここで洗えばいいんだよ。みんな洗ってるけど、うん、心がすごくね、潤ってますってことで、浸水ちょっと組みましょう。ペットボトル洗ってきてよかった。よいしょ、ご浸水、あっちゃん、今日ペットボトル焼き1個しかなかったんで、これ組んでいきます。ご浸水1本だけ。重たいカバンが帰り道重たくなりますわ。ここは何？こういうの餌が売ってんねや。へえ、面白い。こんなんあったんや、知らんかった。こんなこと言えんから。ここにね、コイさんがいてるのよ。でね、うわ、いっぱい鯉がいてる。めっちゃ鯉が、ゴールドの鯉。めがけてやったもん、おもろいやろ。ゴールドの鯉、みんなよくて。めっちゃ寄ってくる。かわいいね。めちゃ口開けてパクパクしてんのよ。はい、ということでね、今ね、沈め池の、小井さんにね、なんか餌をあげてる人がおったんでね、あつみは見てました。はい、ということでね、まあ、ね、神様の池に住んだはる小井なんで、多分ご利益あるんでしょう。はい、ということでね、なかなか、大変、蚊に刺された。ちょっと手がかゆくなってんけどね。今ね、ばあちゃんに連れて行ってもらって、美和さんはね、参拝しててんけども、やっぱりここはいいよ。ここは心がすっきりする神社でね、ね。ね、ばあちゃんもすごい神社が好きでね、で、おじいちゃんもね、早くに戦争で亡くしてるんで、やっぱ神様、毎月ね、お参りに来てて、多分ね、そういうことがあったんやと思うね。だからか知らないけど、ばあちゃんはすごい信心深い人やったんね。そのばあちゃんがね、いつもあっちゃんとこう連れてきてくれたからね、美和さんはあっちゃんが小さいとかよく来てて。で、やっぱりね、ちょっと濃くなったんやけど、
ね、久々に来たらね、守ってくれてるなっていうのはすごく感じるのよ。だからあっちゃんは、まあ、しそしそそれぞれです。全員に会うとは言い切れへんだけどね。あの、会う人は会わない人がいててね。どういう神様に、お守りされてるか。それは人それぞれって感じやねんけどもね。な感じでね、下に下っていきましょう。三輪さんで、いろいろと、こういうのがあってね、なんていうのかな。何かあるときは、ここに足運びにしてるんですね。みんなもね、会う神社っていうのがあると思うね。だから、自分に合う神社を探して、それで、その神社にね、参拝に来るっていうのが、すごくいいことやと思います。ね、人それぞれ神社に合わないっていうのがあってね、その合う神社を自分で探してね、そこに参拝する。まあ、その合う合わないっていうのはね、行った時に髪飾り落としてる。結構色落としも多いな。合う合わないっていうのがあるからね、いろんな神社に行った時にね、なんかこう、神社の空気が変わったとか、その神社行ったらいつもこう、気持ちがスッキリするねとか、そういうところをね、探して参拝に行かれるっていうのがいいと思います。で、じゃあね、いろんな、まあ、神社にね、参拝行かせてもらってるけどね、そのところどころ、大体神社っていうのは基本龍の神様やねんね。そうじゃない神社もあるんだけど、そうじゃないんじゃなく、大元基本龍さんが守ってくれてるんでね、まあ、龍の神社に、こう、なんていうのかな、力をいただくっていうのがいいことやと思います。はい。で、今回はね、本当に、昨日ね、あチャンネル内のトラブルもあったんでね、早くリセットに行きたかったっていうのもあるし、最近美和さんに来れてなかったっていうのもあってね、本当に今日は良かったな。それで月並み祭で月並み祭があったんでね、うちばあちゃんそれは月並み祭って呼んどったな。今日はね来させてもらってよかったなと。ただ月並み祭はね、今までみたいに華やかではないけど、やっぱり人が多いね。巫女さんの前や巫女さんとね、こう出会えるのもいいよね。なんかね、神事が起こるっていうのがすごくよくってね、神社でね、祈りとか唱えられたりね、それはすごいいいことなんでね。で、今日もね、この歓迎の挨拶って言って、天候が変わったりね、風が吹いたりとか、そういうのがあるんだけどね、やっぱり、今回も、ね、ちょっと急にね、天気が変わったりとかね、ですね、雨は降らないんだけどもね、なんかね、急にこう、温度が下がってね、こういうのも歓迎の挨拶。ああ、疲れた。まあ、休憩していきましょう。ここね、休憩所ね、ばあちゃんいつもここでね、休憩してたんよね。ちょっと入ります。はい。皆さんの休憩所、ちょっとここで、ゆっくりしましょう。ここに座ろう。あ、そっち空いてる？あ、こっち行こう。よいしょ。いや、疲れました。ちょっとね、休憩するんでね、ここでカメラ一回止めます。よいしょ。